はい、ということでね、今回第2回目アウトドアインハイリアルタイム対戦実況動画始めていきたいと思います。早速やっていきたいと思います。昨日よりはね、少しは成長したところにしたいと思います。というわけで今回の相手はなかなか長いですね。あ、なんと S の馬場選手ですね。あんまり馬場選手を使う人見たことないですけど、まあむしろ好都合ですね。打たないといけません。こっち、菅野の古いバージョンなんで、打たれると思いますけど、まあ、なんとか抑えて勝ちたいですね。今日から、ドラゴンズは、広島かな？バンデリンドームの広島戦ですね。4位と5位の直接対決なんで、5位を突き放したいです。じゃあ試合の方行きます。よし、いやこれは比較的打ちやすいな。馬場選手打ってそうですね。ちょっと今のは情けないな。この球は見送ります。よし、変化量が少ない。これは今日は勝ちそうですね。馬場選手だったら正直いけるな。ボコボコにしてやろう。マジか、意外に飛ばなかった。よし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 。5番岡本、ドラゴンズこの回先制となるツーランホームランが出ています。これが初球、引っ張った打球はレフトへ。詰まってるか、今の詰まってるか。ちょっと意外に2点しか取れないのしょぼいな。これもっと打たないとやばい。厳しいコースにまず投げ込んでいきました。打ちました。左中間に大きな打球。いや、失投ホームラン打てない。これはやばいわ。どんなに下手な人でも失投はホームランにしないとあれですね。ピッチャー変えてくるか。お、変えてきた。スライダーの変化量大きいですけど、あとはそう対してあれですね。落ちろ、落ちないか、今の落ちないか。マジか。いや結局2点しか取れなかった。菅野がどれだけ抑えられるかですね。菅野選手、そういえば現実世界昨日4回で降板しましたね。なんか怪我でもあったのか、よくわからないですけど、ともかく中日としてはね、菅野選手が怪我した方が、まあ、怪我した方がいいっていうのはおかしいですけど、中日にとっては大きいですね。2番に入っている岡本、これはいけそうだな。まずは先頭バッターを打ち取っています。初球はボールになりました。バッター高く上がった。バッターは3番の山田。いや詰まってる。インコースから内に入ってくるスライダーとカットを投げ分けるのが大きいです。たまにこうカーブをボールに投げるとなんですね、有効的です。落ちる球を持ってきました。打ちました。よし、これはいけるんじゃないですか。2回になります。ドラゴンズの攻撃、もっと打ちたいですね。ドラゴンズリードで迎える最終回です。高めのボール抜けた。今の取れそうでしたけどラッキーです。いやー、インコース弱いんだよな。いつもインコース詰まるんですよ。まあこういった終盤の追加点は重要ですから、この打席はしっかりつないでいきたいですよ。なるほど、そうですね。決まった高め、
さてバッターの高本、シュートか、まあ、非常に柔らかいバッティング、ふわふわっと上がった。インコースさっきからつまみすぎなんだよな。なおもチャンスは続きます。まあここでの追加点は相手へのダメージも大きいですから、なんとか打ち上げました。いやこれ情けないな、打てないので5点しました。バッターは、まあ、抑えるしかない。ドラゴンズリードで迎える最終回です。インコース詰まりました。よし、打席には5番バッター坂本、須賀、まずは先頭バッターを打ち取っています。最初は変化球できました、ボールになります。胸元へ持ってきました、ストライクです。ここは150キロを超えてきます。打ちました。バッターボックス、よし、これはいけそうっすね。打ちました。よし、よし、初戦勝利、やっと勝てました。まずは1勝、昨日よりは、まあ、上達はしてないか、2点しか取ってないんでね、まあ、打てるときに打っとくしかないですね。まあ、でもこれからもっと打てるようになりたいですけど。さあ2試合目いきます。浜口選手ですね。浜口選手もあんまり珍しいような気がしますけど、まあまあそんなにストレート速くないと思うんで打てるかもしれません。スワロットマリーンズのゲームを解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはドラゴンズの先発、まあ、王の雄大なんでね、ストレート通信系しかないですから、まあ速い球で威力で抑えるしかないっすね。インコース詰まりました。バッターは2番に入っている大島、大野、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上のピッチャーは大野、そしてキャッチャーは甲斐。このバッテリーをマリーンズ打線がどう攻略していくか。ここはストレートを続けていいでしょうね。なるほど、さあどう来るか。打ちました。バッターボックスには指名打者の、この方明らかにストレートに上手いな。まっすぐ蹴りが、もう外のスライダータイミング全然合ってない。さあ次のバッターはどうなるか。内へ持ってきましたが外れました。ファウルです。バッターこれから絶対点取るよ。浜口選手なんでね、もう打てそうですけど。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。初球、まあ、ここはバッター狙い撃ちしてきますから、甘いと大怪我の可能性がありますね。打ちました。バッターは2番に入っている。全然大怪我にならなかったな。まずは先頭バッターを打ち取っています。初球打ち、マジか、全然飛ばないな。2アウトになっています。この回のドラゴンズ打線ですが、アッタさん打ちました、いい当たり。全然打てなかった。いやこれは選手を使ってるだけに、もう私の腕のなさが。ドラゴンズ1点に戻りません。0対0で最終回を迎えています。里崎さん、しっかり抑えていきたいですよね。まあ最悪でもね、引き分けに持ち込めるようにしないといけませんよね。ファンとしても非常に、いや引き分けじゃなくて勝たなきゃいけませんね。てか引き分けがほぼないですからね、ポイント差でどっちか勝つんで。ボーン、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球ボール、2球目は何で来るか。緩いボールで来ました。ちょっとチェンジアップ入れて目をおかしくさせておきます。よし、まっすぐ、まま方打てそうにはないですね。自分が打てば勝てる気がしますけど。よし、
さよなら決めたい。2回の裏になります。さあドラゴンズ、この回は4番から始まります。バッターはビシエド。打ち上げた。よし、ラッキー。ランナーを一塁に置いています。さあここでドラゴンズダイソーを組みます。ここはねダイソー出して一気に決めます。初球は何から入ってくるか。また初球。いやーど真ん中しかもアウト、これはきついな。さあまず1球目走ってきた。また初球打ち。よし、そしてバッターボックスにヒットエンドラン成功。ちょっとスピリッツ低いんだね。さあここでドラゴンズダイソーを送ります。ダイソー出しておきます。とりあえずこれが1球目走ってきた。これも初球打ち。飛び出てアウトか。やってしまった。ここでドラゴンズ守備を変えてきました。3回に入ります。7番から始まるマリーンズの攻撃。まあ打たせなきゃいいですよ。抑えます。ドラゴンズ得点に動きはありません。0対0で最終回を迎えています。初球ストライク。変化球打った。さあそして打席には田村が入ります。さあアウトカウントが1つ増えましたがピンチは続きます。スクイズとかしてくるかな。ストレート打った。ラッキー。これ0点見えてきた。これね、よし、まあ、あと勝つしかない。これから3回の裏ドラゴンズの攻撃。得点圏にランナーを置いて迎えるバッターは青木。ドラゴンズ打ちのボール打った。抜けろ。よし、鮮やかな一球サヨナラ勝ち。やったね。よっしゃということで今回は2戦2勝ということでね、最高です。やっとゴールドランク4ですね。明日もどんどん勝っていきたいと思います。というわけで最後に関係ないですけども、ドリームキャラバンね、一応進めて、1万枚超えたんでね、どんどん回していきたいと思います。皆さんもぜひ、頑張ってください。ということで今日は今回はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。